しこしこ太郎です。ワールドエンドクラブでは、主にシナリオを、執筆しました。で、東京ゲームスでは、小高の靴磨き、靴洗い、靴舐めと奴隷のように日々扱われ、そのうち老気に訴えようかなと思ってます。まずやっぱり、シナリオにはすごい自信があるので、子供たちの、群像劇みたいな形でそれぞれのキャラにまあドラマがあって、密接な絡み合いがあって、子供たちのそのなんていうんですかね、成長物語みたいな意味でもすごく面白い物語になっているので、そこに、注目していただきたいなって思うのと、アクションゲームとしてもすごい面白いものになっているので、そのアクションゲームと物語の融合というか、そこを、ぜひ楽しんでいただきたいなと。今までは、完全にアドベンチャーをすごい主軸としたもの、作品が多かったんですけど、今回はやっぱりアクションと、絡み合わなきゃいけないので、やっぱりアクションの方での要請というか、アクションで面白くするためにシナリオをここを変えなきゃいけないとかいう部分があったので、まあ別に大変というわけではないんですけど、そこはすごいこだわりを持って、やりました。はい、これは人それぞれ、僕のシナリオを読んで人それぞれ感想は違うと思うんですけど、僕の中で大変だったのは下ネタがやりづらい露骨なあるレベルを超える下ネタはできない。で、可愛い下ネタっていうのをすごい目指したんですよね。小学生とかがやっても全然大丈夫なレベルでの下ネタっていうのを一生懸命考えたので、そこはすごい苦労しましたまず僕自身は本当にこれ正直な話、そんな下ネタやるつもりはなかったんですよ、最初は。だけど最初の、プレイアブルというか、その、一章終わった後、デスゲーム編の後、パチンコのパー落とすとこあるじゃないですか。あそこグランディングさんのアドリブというか、グランディングさんが考えたところなんですよ。僕らは東京側は別に何の要請もしてなかったんですけど、でそれを見て、ああこの作品ってそっちなんだっていうふうに思ったんですよね。あ、そっち系で行くんだっていう暗黙のこのグランディングさんとの了解があって、で、ああもうこれはチッコ出すしかないなっていう、チッコ押しで行こうと、この作品チッコだっていうふうに思って、でそれ以降チソポコンとか、あともう一つ歩行チン B とか、チッコ押しで行こうというふうに決めました。なので僕の発案ではなく、グランディングさんがメインで考えた方向性を導いてくださったとこですね。まあ僕の中では一応あれがあるんですよ、そのレベルというか僕は一応今回は小学生のとこにスタート、はい、もっと Z とかだともうちょっと、それはそれでなんかあんまり不評なんですけどエグすぎるとか、まあなんかいろいろ言われるんですけど、まあそれよりはちゃんとライトな感じに落としたっていう。そうですね、そこはもう最初のコンセプトの時に東京側で、特に小高の、まあ、指示というか、こうしていこうっていうのが目安があって、で一章というか、まあシナリオの区切れ目切れ目ごとに、必ずクリフハンガーで終わるようにしようというのがあったので、まずだからどっちかっていうとシナリオの作り方としては、まずショーの終わりをどういうふうに終わるかっていうところを、一個ずつ順番に考えていって、それにつながるようにこう、構成していたっていう感じなので、はい、そこは結構最初から決まってたとこですね。はい、そうですね、やっぱり友情っていう、子どもたちの友情っていうのはすごい基本的にはあって、で、まあやっぱり基本的にはその頑張れベアーズみたいにしたいっていうのも、これも結構最初のコンセプトであって、落ちこぼれの子どもたちが
こう世界を救うために頑張るっていうところをメインには考えていたんですけど、まああとはそうですね、キャラクターを立てるっていう風にしていくと必然的にこう友情がやっぱり生まれていくし、まあみんなで喧嘩したり仲良くなったりっていうドラマはキャラクターの方をメインにすることで必然的に生まれていったっていう感じです。まあ基本的にどの話も大変なので大変度合いは子供たちだったから特別大変だったっていうわけでもないし、簡単だったというわけでももちろんないし、まあ例えばですけど、結構話自体は何て言うんですかね、ちゃんと練り込んだものなので奥深い、なんというか真相の部分は、悪役がいます倒しましたはい終わりっていうような単純な話ではないので、すごい練り込んだ設定ではあるんですけど、かといってこうなんていうんですかね、 SF 専門用語バリバリみたいにしてしまうとそれは小学生らしくないし、まあ話も長くなってしまう、説明も長くなってしまうということで、その辺はいつもの作品に比べて苦労したといえば、小学生に合わせるという意味で、まあ、苦労したといえば苦労したですけど、逆にそこを結構なんていうんですかね、そんなに突っ込まなくてもいいっていう意味では、まあ、楽ではないんですけど、量的にはまあ短くなるんでみたいな、その辺はあったかもしれないですね、はい、もちろん毎回どの作品もそうなんですけど、全てのキャラクターに思い入れがあるし、それ大好きなんですけど、一番やっぱり、いて助かったキャラクターっていうのが中古で、中古 あとユキですね、中古とユキを出すことによって、物語を転がしやすいというか、まあギャグもやってくれるし、ツッコミもやってくれるし、周りに説明もやってくれるし、いろんな場面ですごい書き手としてはすごい書きやすい、この2人の関係性というか、この2人はが出ると自分の中でもその部分書いててテンションが上がるっていうか、そういうのはありましたね。そうですね、でもそれはでもどっちかというと僕の作品は結構前から自分で言うのもなんなんですけど、そうで、まあシナリオデバッグとかやってるっていうのももちろんあるんですけど、僕が若い頃にゲーム書いてた時って自己責任なんですよ。その僕例えば何か、矛盾することがあったりとか、物語上矛盾することがあったりとか、言葉を誤用していたりとか、そういうのも全部自分でやんなきゃいけなくて、チェックを。で、それを間違えるとめちゃめちゃ突っ込まれるんです、そのプレイヤーに。で、それが怖いので、必ずわからない言葉とかを絶対調べるし、わからないっていうか、これで、この使い方合ってるのかなみたいな、もう絶対チェックするし、物語上その矛盾とかも、すごい、気を使ってチェックするしっていう癖がついているので、そうですね、そこの故障とかも必ず、実は書いててライター自身も分かんなくなってきちゃってするんですよね。なのでちゃんと必ず検索して、あこいつ僕だったっけ俺だったっけとか、こいつの呼び方はちゃん付けだったっけさん付けだったっけとか、まあ語尾とかだよねとか、そういうのもちゃんとチェックするようにはしています。そうですね、もちろん最初からすごい優秀なスタッフが集まってる会社だっていうのはもちろん存じ上げていたんですけど、もう最初に上がってきた時からすごいクオリティが高かったですし、でなおかつそれずっと作っていく中で僕ら東京ゲームズからの要望であったりとかもいろいろ出させていただいたんですけど、それにもすごい完全に丁寧に答えてくださって、なおかつ僕らの予想を、超えるものとして、返していた作っていただいて、そうですね、そのある時点で、まあ、僕らとしても OK っていうところまで行ってるんですけど、そこからさらに粘り強くというか
もう一段高いところまで引き上げてくださったなっていう印象ですね。ざっくり 大まかに言うと、ディレクターってこういうふうに仕事するんだっていうのを教えてもらったっていうか、僕自身が今までやってたのはディレクションじゃなかったんじゃないかっていう気がしていて、でまあやっぱりそうですね、指示が的確だし、小高の中で明確な多分ビジョンがあって、それを伝える仕事をする、まあ指揮ですよね、その全体を見てその指揮を、まあオーケストラでいうところの指揮をするっていう感じがすごいして、まあすごい勉強になりましたし、どっちかというと僕はバイオリンリーダーみたいな感じなんですよね。あれなんていうんですか、バイオリンリーダーってそう、バンドマスターみたいな、そういう作り方のディレクションをするタイプなんですけど、彼は指揮棒を振る、的確に振ることができる人なんじゃないかなっていう気がしますね。まあ悪く言うと、僕はだからスタッフ、そのバイオリンチームとか、そのチェロとか、そのコントラバスとかの大変さを考えるわけですよ。だから、これは無理かな、みたいになっちゃうんですけど、彼は指揮なので、もう、そんなの関係ないですよね。やれっていう感じなんで。だそっちの方がどっちか、もちろんなんですけど、ディレクターとしては正しいし、その方が絶対いい作品ができるんで、はい、結構本当に骨格的な部分は小高と、もうそれこそ梅田さんとで作ったというか、そのコンセプトがあったので、最初にまあでもなんか京都とかでこれで行こうみたいな話を多分された気がするんですよね。本当にちょっと思いつく感じで言っていくと、例えばキャラクターにあだ名をつけようっていうのも小高の案だし、まあキャラクターの設定の要所要所みたいなところを考えたのも UI 関連だったりとか、その辺も小高にがチェックしている感じですね。はい、役割分担としてはキャンプパートは中澤が書いて、まあ、本編を僕が書いてっていう感じではあったんですけど、まあ、あとその小泉もまあプロットの後に、まあ、小泉が書いたりとかもあるんですけど、はい、でもまあ本当ゲーム作りっていろんな仕事がいっぱいあるんで、例えばなんかリストアップしたりとか、そういうこともやったりとかしてましたし、はい、いろんな仕様を出したりとか、はい、まあシナリオ上で矛盾が見つかったりとか、いろんなこの展開どうしようっていう相談とかもしてましたし、そういう意味では、まあ、昔から知り合いっていうのは、まあ、ある意味、役に立ったというか、まあ、相談しやすい相手ではありましたね。はい、福田さんはもう本当に助かったというか、そうですね、この作品の 99% を福田さんのおかげじゃないかと思ってるんで、まず曲が素晴らしいし、あとなんだろうな、好きです。まず仕事の仕方が好きというか、あの人も本当妥協しない人なんで、これはまあよしあしっちゃよしあしなんですけど、まあ遅れても自分の納得するものじゃなきゃ絶対あげないっていうタイプなので、同じ匂いがするしますすごく、はい、小泉くんはそうですね、今回のシナリオの作り方珍しくて、僕が最初にプロットを書いて、その後小泉くんが、まあある程度第一稿を書いて、その後僕がそれを直すというか全書きかねみたいなものなんですけどそれをどういったものか難しいんですけど、
まあだからなんていうんですかね、複数ライター制じゃないけど、なんだろうな、みんなで協力しながら書いたって感じですね。はい、なのでこれも彼の考えたところはいっぱい残ってるし、はい、これまた素晴らしくて、まず最初に思ったのがというか、そのいただいた時に思ったのが、あのキャラのデザインを、この絵柄で売れなかったら世界の方が間違ってると思ったんですよ。こんなにデザイン性がすごい高くて、みんなもちろんキャラクターも可愛かったり、まあそうですね、キャラクターとしてすごい魅力があるキャラクターになっていて、この絵柄を世間の人たちが評価しないのであれば、その評価しないやつらの目が間違ってると僕らは思ったんですよね。なのでまあ絶対成功するだろうなとも思ってますし、まあ、そういうふうに思わせるようなすごい魅力的なキャラクターをデザインしていただいたなと思います。はい、もうちょっと年齢層の高い大人向けの作品を作ることがすごい多いんですけれども、今回に関しては、まあ子どもたちが主人公ということもあり、本当に子どもも楽しめるし、まあ家族でというか、その家庭、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん犬なども楽しんでいただけると思うので、猫も大丈夫です。すごい、犬猫と一緒にプレイすると、犬とか猫とプレイするとすごい楽しいやつなんで、ぜひそばに膝の上に置いて楽しんでいただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。ワールズエンドクラブ。